深夜です。ゆっき、今日の動画はトレンド先取り、秋に買っておくべきアイテム7000。昨年もねこれの動画出したんですけど、1年経てば流行りというものはね、変わらないものもあれば変わってくるものもありますと。特にそのアイテムが変わるというよりもやっぱりカラーだったり素材っていうのはシーズンによって変わるんで、まあそこはキャッチアップしといた方がまあよりおしゃれに見えるかなと思います。今日紹介するアイテムさえ買っておけば、この秋の先には何があります？そう、クリスマスでございます。秋にモテてクリスマス、女の子と一緒に過ごしましょう。なるほど。それでは早速行ってみましょう。アイテムはジャガードのニットでございます。ジャガード系のアイテムは夏から徐々に見てましたからね、うん、ジャガードのニットなんだね。普通のシンプルなニットもインナーとして使う分にはものすごく着回しやすいから、まあ、もちろん持っておいて損はないんですけれども、今年トレンドで周りと差をつけたいってなった時、ジャガードのニットがおすすめです。普通のニットと違って表面に表情があって、今までしてきた普段のコーデにアクセントが加わります。まあ、ニットはニットなんでプルオーバーのものと、まあ、カーディガンのものがあると思うんですけど、まあ、どちらでも大丈夫です。どちらでも大丈夫なんですけれども、なるべくデザイン性があるものを選んだ方が今年っぽいコーデになると思います。特に1枚で勝負できるアイテムってことだよね。そうだね。基本的にはさ、アウターを買うってなってもまあ言うてもブラックベースを買うじゃないですか。まあそうなった時に黒のアウターに白の無地とかだと量産型ですよね。そこでやっぱジャガードのニットは、まあ、僕も正直ゲットしたいですね、うん、いいとこのやつ。続いて2つ目のアイテムはパープルのアイテムでございます。皆さんね、ネイビーっていう色がいろんなコーデに合いやすいっていうのはもうご存知かと思います。ですがね、僕たちが大好きな滝藤健一さん曰く、パープルはネイビーだそうです。まあ僕たちっていうか君だね。あ、おかネイビーのように使えるってことか。そういうことです。パープルがトレンドなんだなっていうのが分かるぐらいいっぱいいろんなところから出てますよね、うん、さっきの滝藤さんつながりで言うと、まあニードルスですよ、うん、ニードルスの定番のトラックパンツがまあ大体シーズンで3本出てくるんですけど、それラインが全部パープルなんですよ。珍しいよね。珍しい。ラインの色が統一されてるのって珍しいから、俺は勝手にニードルスってもともとパープルのイメージあるから、その色で統一してんのかなと思ったら、トレンドカラーがパープルだとしたらそこを読んでて配色してんのかなとも思うし、まあ、パープルは多分流行るんだろうね。僕の好きなグラフペーパー、定番アイテムのシャツがあるんですけど、シーズンごとにシーズンカラーっていうのがちゃんと出るんですけど、今年パープルが入ってましたからね。なるほど。今季はパープルを見る機会すげえ多いですからね。使いやすいかどうかは俺まだ分かんないけど、ユッキーとかよくパープルのアイテムね、うん、使うよね。パープルの靴とかも持ってるし、パープルもさ、多分みんなが想像してるパープルって真紫じゃん。真紫だ、ね、そう、真紫じゃなくてグレイッシュパープルみたいな、はあはあ、グレーがかったやつとかちょっと暗めな紺に近いパープルみたいなのもあるからさ、まあ、そういうのをまず最初はこうトップスパンツ取り入れていくと、まあ、パープルの良さは多分気づけると思いますね。実際ユッキーからしてパープルってネイビーですか？まあ、ネイビーはネイビーだし、パープルはパープルです。そうか。使いやすさに関しては、まあそうね、急転ネイビーの方が合わせやすいっすよ。俺の系統ってさ、ネイビーが強いのよ。で、ネイビーが強いから、俺はネイビーの方が合わせやすいって思うけど、K の系統だったら正直ネイビーよりがぜんパープルの方が合わせやすいと思う。だから僕はパープルのことをネイビーだと思えるぐらいまで着倒そうかなと思います。うん、続いて、3つ目のアイテム、カーゴパンツでございます。持ってる人もいるんじゃないだもん。おうおうおう。カジュアルのトレンドももうだいぶ長くなって、持ってる人も多分多いと思うんですよ。はい。まあ、今更なんじゃないかなって思うかもしれませんけれども、かといって、超正統派綺麗めのコーデにカーゴパンツ合わせるって、まだこの視聴者さんたちぐらいだと、ちょっと抵抗ある人もいるんじゃないかなって思うかもしれないんですよ。その要因となってるのが、素材感だと思うんですよ。ナイロン系とガシッとしたコットン系、うん、これがまあ二大巨頭じゃないですか。なんとですね、最近カーゴパンツをきれいめに合わせやすいようにするためにウール素材でできたカーゴパンツっていうのが流行ってきてるんですよ。マジですか？実際に ZOZO タウンでカーゴパンツウールって調べてみてください。でもメゾンスペシャルとかからも出てるし、結構高い価格帯のところとかから出てきてるので、これだんだんね下の価格帯に落ちてくるんじゃないかなと踏んでおります。まあだから要するにきれいめな素材感でカーゴパンツがより出てくると。そうだから俺でもカーゴパンツ取り入れやすい。そうそうそうってことだよね。まさにそう。それめっちゃ気になるね。まあ俺とかはね、まあ、今入ってるのもカーゴ
チックみたいなもんですから、うん、ユッキーなんかは全然さ、そうね、さっき言った二大巨頭の素材で全然大丈夫だと思う。そう、二大巨頭やっちゃだよね。そうそう、ナイロンはともかくとしてガシッとしてる系だとポップスの素材感と合わなくてちぐはぐになっちゃうこと多いから、なるほどね、取り入れるの難しいなと思ってたんですけど、でもそういうウール系とかのスカートパンツとかはいいっすね。どっかでいいのがあったら買いたくなっちゃうかもしれないですね、うん、続いて4つ目のアイテムがユーティリティジャケット。まあ先ほどから言ってる通りね、最近はカジュアルなトレンドがどんどん加速しつつあって、ドカジュアルなコーデにはもちろん、きれいめなコーデにもちょっとしたカジュアル要素を入れるっていうのがもう今トレンドど真ん中なんですけれども、まあ、その際に便利になってくるのが、まあ、ユーティリティジャケットですよね。まあ、最近僕もねダイワのユーティリティジャケットを買ったんですけど、僕自分で羽織ってみて僕の系統だったら合うなっていうのも分かるんですけど、まあ、新谷くんとか系でもまあ確かにこれって多分簡単に合わせられるなとも思いましたね。結構ポッケがいっぱいついてるものってさ、どの系統でも最近出ては来てるじゃない。 K のこうフレアパンツとかに別にユーティリティジャケット合わせてもいいと思うし、新谷くんのテーパードチノみたいな感じのスタイリングにも合わせやすいと思うから、機能性もいいし合わせやすいしってところで、これは確実に入るとは思いますね。ダイワじゃなくとも3年ぐらい前から、まあ、ユニクロ U で毎年そう、ね、ユーティリティジャケットって定番で出してるので、まあ、そこら辺のブランドでも買いやすいっていうのがいいところでもありますね。まあでも個人的になんだけど、ユーティリティジャケットってまあポッケがいっぱいついてるやつから、まあ少ないやつまでありますけど、安いのってどう？俺結構安いのが出てるは出てるけど、やっぱチープに見えちゃう時もない？俺 GU は特にそう。ああ、 GU とかのポッケの作りとかね、うん、まあディティールのダサさとかいろいろあるからさ、うん、実際なんか EC とかで買うよりかは店舗で見て自分がちゃんと納得できるものを買った方がいいかもしれない。ペラペラなものとかね、うん、ああいう素材感も相まってね、結構ペラかったりするしディティールがダサかったりするから、できればこれは店頭で買うことをおすすめするアイテムかもしれないですね。続いて5つ目のアイテムが巻き下丈のコートでございます。昨年あたりからコートといったら膝丈よりもオーバーしてすねの真ん中ぐらいまであるようなコートがもう完全にトレンドど真ん中だったじゃないですか。膝丈コート自体は終わってたんですよ。終わってましたね。で、今年に関してはコートは裾が地面スレスレするかすらないかぐらいのコートがおすすめでございます。要は巻き下丈ってね、そこら辺の丈のこと言いますからね。これが流行り始めた要因もカジュアルの加速っていうところに、うん、あると思ってまして、モード色の強いハイブランドとかのコレクションでも巻き下丈のコートが出てるんですけども、言っちゃったらモードカジュアル的なテイストかなって思うんですよね。結局巻き下丈って言っても細身でストーンではないからね、うん、インナーのサイズ感とかも、まあ、よりオーバーになっても着てるから、全体のバランスを考えてその丈感になってきたんだろうね。特にワイドパンツとかと相性良さそうだよね、うん、そうね。ちょい前ぐらいからさ、トレンドになってるバギーパンツだったりとか、うん、ああいうのとかと合わせるとものすごく様になりそうですよね。そうだね。続いて6つ目のアイテムがデニムでございます。デニムこそでしょ、もうカーゴよりもみんな持ってるんじゃない。デニムって誰もが持ってるアイテムといっても、まあ、過言ではないレベルまで来ちゃってますよね。いやもう、うん、なんならコーデを考える際に系統問わず持ってなきゃ困るって言ってもいいぐらいのアイテムじゃん。まあ、その中でも今デニムを買うってなったら、トレンドのデニムは裾の部分やセンタープレスのところにフリンジ加工が入っているものや、ダメージ加工の施されているデニムがおすすめです。グランジスタイルだ。ちょっとルードな感じというかね、うんうん、Y2K のねトレンドが今ちょっと来てるっていうところも相まって、普通のシンプルなドストレートのデニムじゃ物足りなくなっては来ていますね。わかりやすいブランドのアイテムで言うとジエダのデニムがね、うん、あジエダのねデニムいろんなところで見るんですけれど、でそれを皮切りにね、今年の夏ぐらいからかな、もう各ブランドがね似たようなアイテムを出してきていますね。ケイさ、フリンジのあのデニム持ってるじゃん、めっちゃお気に入りだったね。うん、なんなら持っていきましょうか。ちょっとこれね、一回一押しで紹介したジュネットのデニムなんですけれども、こうやって裾にねフリンジ加工が施されてるアイテムで、これを地面スレスレで履くっていうのが、フリンジ加工をしてあったらなんか引きずってもいいんじゃねみたいなところない。うん、うん、なんならそれが味になると思うんだよ。とか、あとはもう古着っぽい感じのコーデが好きな人とかにもおすすめですね。おしゃれ好きな人とかはデニムを引きずるっていうのが一個のステータスみたいになってるまであるなっていうのを
なんかおしゃれさんの人たちが会話してる時に、うん、引きずりたいよねやっぱ引きずっちゃうよねとかっていう話をしてんの聞いたのよ俺あ、それいい感じに引きずってますねみたいなおしゃれが好きな人も取り入れてるスタイルなんですよね。で、あとまあフリンジじゃなくてダメージの方はみんなが思い描くピッチピチのデニムにちょっとしたダメージとかそういうのではなく、ダボっとしたバギーデニムに膝のところに大きく開いたダメージっていうのがまあかっこいいかな。レディースとかはさ、ここに入ってるのわかる、うん、あれエロいよね。あれいいね。趣味嗜好の話でございましたラスト7つ目のアイテムがパファーのアイテムでございます。このアイテムは最初に言っときますけど、まあ、今回の企画買っておいたら周りと差がつくみたいな感じでやってますけど、うん、これに関してはまだ買わんでもええ、あのフライングです2週ぐらい差はつけれる今後出てくるかもしれないんで、知識としてだけでもあのこの話は聞いておくといいと思います。まあ、まずそもそもパファーって何でしょうっていう話からなんですけれども、パファーとはフグを意味する言葉でしたね。羽毛や中綿入りのふわっとしたアイテムのことです。ダウンジャケットをはじめカジュアル一辺倒だったパファーのアイテムも今期からまあレディースメインなんですけれども、デザイン性が高いものが続々と登場しております。キルティングみたいなもんですよ。キルティングの強化版みたいな。そう、大きめのモコモコですよ。ちょっとその感じが武骨だからメンズも取り入れやすいみたいな感じなのかな、うん、言うても台湾とかでもこうパファーだなーって思うものあるし、そこら辺もいけんのかなと思います、うん、逆に言ったらダウン系のさパファーは結構ボディービルダーみたいなああなっちゃうと難しいですけどね。逆に俺パファーをもし今年取り入れたいなっていう人がいるんだったら、小物バッグとかは結構可愛いんじゃないかなと思う。なんかマルジェラとかもさ結構モコモコしたちょっと綿の入ったようなさやつ出してたりするし、うん、まあ、そういうのとか、あ、俺は結構いいんじゃないかなと思う。レディースのサンダルとかでもあったよね。あったね。最初は小物とかから行ってって感じがベストかな。今期からでもできる取り入れ方はそれかもしれないね。はい、というわけで今日は周りと差がつく秋に買っておいた方がいいアイテム7選でした。いかがだったでしょう。どれ取り入れたいですか皆さん。僕は巻き下けですかね。もともともう2年ぐらい前からめちゃくちゃでかいコートは好きだったんで、まあ、さらにでかいコートを追い求めていこうかなと思ってます。去年買ってたさファーベスト付きのやつ、キャスパーのやつ、あれはもうほぼ巻き下けだね。そうだ、だって階段でさ踏んでなかった。うん、なんか踏んでこけそうになりましたああいうのをもう2、3個欲しい。そうね。俺は今日カーゴパンツにきれいめでも取り入れやすいものが出てきてるっていうのを聞いたから、ちょっとこの動画撮り終わったら調べようかなって思うよ。僕はもうユーティリティジャケット一択ですもん。なら買ってますから、もう取り入れてる皆さんもね、今日紹介したアイテムを取り入れて、冒頭に言った通りクリスマスまでに彼女作っちゃいましょう。そんなファッションの力でサクッと手に入れた彼女と過ごすクリスマスは楽しいんか。楽しいです。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンクルのインスタグラム概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ周りと差をつけて、いってらっしゃい。彼女欲しい切実